どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバーのトッキーです。どうもこんにちは。日本最大級の社員口コミを基軸とした転職就職プラットフォームオープンワークを運営している代表の大沢と申します。本日よろしくお願いします。今回の動画は偽ホワイト企業の見破り方という企画になっております。企業の口コミを熟知されている大沢さんから偽ホワイト企業の特徴であったりとか、その見破り方というところを伺っていこうと思います。本日はよろしくお願いいたします。では早速なんですけれども、大沢さんが思う偽ホワイト企業の特徴を教えていただきたいです。偽ホワイト企業って初めて聞きました。なのでまずちょっと自分なりの定義してからスタートしていければと思います。ホワイト企業はじゃあもうシンプルに働きやすい企業、逆にじゃあブラック企業、これも定義実はないんですけど、法令を犯していたりコンプライアンス意識が著しく低い企業みたいなことを僕はブラック企業というふうに呼んでいます。だからよくめちゃくちゃ働く会社とか労働時間が長い会社もブラック企業なんていう人いるんですけど、めちゃくちゃ働きたい人もいると思いますし、成長したい人もいるので、法令を犯してない、コンプライアンス意識がしっかり高い状態でがむしゃらに働く、猛烈に働くっていうのは、僕は人によっては全然いいことかなと思っているので、それはブラック企業には当てはまらないというふうに定義をしています。なので偽ホワイト企業は、僕はホワイト企業として働きやすさをアピールしているけど入社したら後悔しがちな会社を偽ホワイト企業というふうに定義して、今日は皆さんに見破り方をお伝えしていきたらと思っています。まあ大きく二つかなと思っていて、まあ一つは働きやすさをアピールしているけど、さっきのブラック企業である法令を犯してしまっている、もしくはコンプライアンス意識が著しく低い会社だったっていうケース。二つ目は働きやすさをアピールしているし、実際働きやすかったんだけど、他の得たいものが得れなかった。一番多いのはやっぱ成長環境がない。自分がその会社にいて自分のキャリアバリューが高まっていく感覚がない、年収が一向に上がっていかないみたいなので、将来に不安を感じてしまうパターン、まあ、この2つが偽ホワイト企業としてあるかなというふうに思っています。後者なんかは特に最近ゆるブラックっていうふうに言われたりする会社の特徴ですね。ゆるブラックっていうと、あれめちゃくちゃ働きやすいけどあんまり業務教えてくれないとか、そういうことなんですか？いや逆で、ね、よくそのゆるブラック企業っぽい口コミで書かれているのは、3年間ずっと同じ仕事してます、上司から一度も怒られたことありません、でも逆に言うと指導されたこともなければ、 Excel のなんかスキルだけ上がってってるけど、それ以外のビジネススキル何も身についてません、で年収も3年間1回も上がってません、毎日定時で上がれていてストレスも何もないけど、将来への不安っていうところでストレスを感じ始めたみたいなのが口コミでは出てきたりするケースですね。でこれは幸せだと思う人も僕いると思います。はい、ただ割とオープンワークで見ると、今3年以内に早期離職をする人の40数パーセントはこれが理由で辞めている。確かに新卒で就活をしているとよく最近言われるのは、もうワークライフバランスが整っているみたいなところを就活の時期では意識しているけど、実際入ってみると後々周りの同世代を見て不安になってくる。で、まあ、実際ホワイト企業なんですけど、はい、買い殺しにしてるというか、怖いっすよねっていう人は多いんだと思います。なんかその企業ってどれくらいの数や割合で存在するかみたいなところって、調べたら結構データがあって、ブラック企業の疑いがある会社に厚生労働省が立ち入り調査をしていて、どのぐらいの会社が摘発されているかでいくと、4000社以上が法令違反を起こしていたことが分かっています。僕ね、最初これってどうせ1名とか2名の中小企業が多いんじゃないのと思ったら、なんと従業員数300人以上の会社が 30.9%、まあ、約1200社ありました。結構大きい会社ってことですか？そうなんです。経済センサスっていう結構大きい調査のやつを見ると、日本に300人以上の会社って大体今1万7000社あるんですね。4000社が法令違反で、 30.9% が300人以上ってことは、1200社ぐらいが法令違反を起こしている。要は1万7000社中1200社、14社に1社は法令違反企業なんです。これ僕結構驚いて、しかもこれって元従業員が労基署とかにここなんかいろいろ問題を起こしてるっていうのを言って、調査しに行って見つかった会社が、まあ、4000社って、そのうち300名以上の会社が1200社だったので、多分潜りでもっと多いんじゃないか。10% 以上の会社は偽ホワイトのうちのそのブラック企業に近いような会社である可能性があるので、結構気をつけた方がいいんじゃないかっていうのが僕の意見ですね。就活生目線で考えるとすごく怖いなと思う。そう10社2社貧乏くじ引くので、はい、結構気をつけないといけないし、逆に言うと見破り方をちゃんと知っていれば避けられる確率、はい、10社中9社を知っておけばいいっていう話なので、はい、多分見破れるんですよね、うん、なんでこれは旬ダイアリーちゃんと見てる人と見てない人で
今後の人生結構大きく左右するんじゃないかなというふうに僕は思いますね。じゃあ実際その見破り方みたいなところで言うと、ホームページがめちゃくちゃおしゃれだったりとか、ね、福利厚生めっちゃ整ってますみたいな見え方をするとどうしてもホワイトに見えてしまうと思うんですけど、はい、どういうふうに見破っていけばいいのかみたいなところはありますか？どういうふうに見つけか、5選持ってきたので紹介したいと思います、はい、まず1個目、ちょっと上場している会社に限ってしまうんですが、上場していておおよそですけど1000人とかを超える結構大企業、多分旬だより見てる方、そういう会社行きたい方多いと思うんですけど、す見てほしいのが人的資本情報の開示が薄い会社には気をつけろ。これが1個目です。これ何か、有価証券報告書、これも聞き慣れないと思います、就活生の皆さん。皆さんなので気になる企業の社名、例えばトヨタ自動車、IR って入れてください。出てきます。で、その後、もう一個やってほしいこと。コントロール F で、サステナビリティの考え方って入れてください。コントロール F ってのは、ウェブブラウザ上で文字を検索するショートカット機能なんですけど、このサステナビリティの考え方及び取り組みっていうのを、今、大手企業は、ある程度義務化をされて、開示しなきゃいけない資料に載せなきゃいけないんですね。これ今、ある程度の企業はもう書かないといけないんですけど、めちゃくちゃ濃淡あります。すごいしっかり書いてる会社もあれば、ほんまに数行みたいな。もう、で、しかも他の会社と全く同じことは書いてあって、あ、絶対コピペしてるみたいな。ことがあるんですけど、これ何かで言うと、その企業の経営チームの本気度です。人や組織に対してどのぐらい本気で向き合おうとしてるかっていうところ、これなぜかっていうと、開示するっていうことは全ての株主もしくは株主になる可能性がある皆さんに公開をして約束をしていかなきゃいけないことなので、結構出すのってリスクがあるんですね。そこに出すってことは相当経営チームがコミットしてるっていう証拠になるんですけど、僕が見てる限りまあまあな会社が結構薄いです、情報が。大手企業ではこれを見るのが僕結構今一番早いんじゃないかなと思ってます。二つ目いきましょうか。就職人気企業ランキングは高いのにオープンワーク上でのランキングが低い会社には気をつけよう。ありません？医薬品業界で就職偏差値が高い SS 偏差値とか出てるじゃないですか。医薬品業界で就職偏差値調べてください。まあ一体当たってるんですよ。なんですけど、一社だけオープンワーク上でめちゃくちゃスコア低い会社あります。でも気づかないです。もう偏差値が、もうみんな自慢できるんですよ。はい、俺、SS 企業のあの医薬品業界受かったぜとか、はい、俺の受かったさ、医薬品業界ってなんか偏差値75あるらしくてみたいな。はい、まあ大学で言うもう東大かな。みたいな、もうそういうこと言っちゃう人がいると思うんですけど、はい、ダメです、危ない、はい、見てください、口コミの中。就職偏差値が高かった人気があるっていうのは、採用人数が少ないどこに対してめちゃくちゃ応募が来るっていう話と、就職人気ランキングっていうのは応募者が多いことを評価にしているケースが多いです。なのでここにいい会社の要素って一切入ってないです。知名度が高くて集まるか、採用人数が少なくて狭き門なのか、これが偏差値と人気ランキングの正体なので、本当にいい会社かどうかと全く関係ないです。ああ、そう言われてみると全然違いますね。でも、はい、多くの就活生はここを気づけてないんで、人気企業とかに入ると人生台無しになります。なのでまずオープンワークでランキングとかスコアを見てみてください。それでもし2点台とかがついていたらちょっと疑った方がいいです。3つ目、女性の働きやすさは統合者のジェンダーを見て見極めろ。オープンワークには社員口コミの種類が9種類あるんですね。その中に女性の働きやすさっていう口コミがあります。とある会社は男性が書いている女性の働きやすさめちゃくちゃスコアにすると高い。でもその会社で女性が書いている女性の働きやすさにめちゃくちゃ点数低い。あんまジェンダーで言うことって僕は良くないと思ってるんです。でもそれでも例えばライフイベントとかも違かったりとか、そのジェンダーの人にとって感じることとか、やっぱ働きにくさってあったりするんですよね。僕が大事だと思ってるのは、もしその働きにくさがあったとしても、男性側もちゃんとそれを知っていたり、認識していて、改善しようってなったらまだいいことなんですけど、認知できてないことが一番やばいんです。っていうのが、まあまあな企業であります。結構多いんです。で、特に女性が働きやすいですって言ってる会社ほど、そこに陥ってる会社多いです。これ実は男性と女性逆のパターンもあります。女性の評価すごい高いけど、男性が評価低い場合もあるので、一応自分のジェンダーに絞った時に、どうなのかっていうのを見ていただくと、偽ホワイト企業の見破り方の一つとしては有効なんじゃないか。職種別採用をしている企業であれば、職種で絞って
で口コミをチェックしようっていうのが4つ目になります、はい、これ多分具体例から入った方が早いと思います。結構有名なアパレル系の企業でこんな投稿がありました。うちは残業少ないですと社長がメディアに対して言っていますが、実際の残業というのはそれを大きく超えています。社長が残業時間少ないと言っているのは社長の近くにいるスタッフの話。繁忙期の現場の販売職は余裕で40時間を超えています。40時間を超えると始末書を提出しないといけないので残業をつけることができず潜り残業をしています。こういった状態が横行しているが、社長は自分の近くにいる職種の人だけを見て残業が少ないと豪語しているため一向に改善される気配がありません。ということで、社長ってやっぱり自分が見えてる範囲で物を言ったり、人事もやっぱり自分の近くで見えてる人のいいことばっかり言うので悪いところに目がついてなかったりするんですよ。例えば倉庫で働くことになった時に、いやうちは本当に働きやすくて空調設備もすごいしっかりしてて酸素濃度も測ってますみたいなこと言ってる会社が口コミを見に行ったら、私は倉庫で働いていますが冬は0度近くまで下がり暖房も一切ない中で働いてますみたいな、どこのこれ刑務所なの全然違いますねっていうのがあるんですけど、でもその企業ってめちゃくちゃ働き方最高ですって言いまくってる会社なんですよ。実は職種別採用してる会社って結構職種ごとに分化をしてしまっているので、あなたが行きたい職種で本当にホワイト企業なのかどうかっていうのはちゃんと見極めた方がいいですよっていうのが僕は4つ目です。そうですよね、平均残業時間とか言いますけどあれって平均だから、そう極端に少ない部署も入ってますもん、ね、そうなんですよ。大手で総合職一般職みたいに分けてる時って一般職の人残業時間すごい少なかったりするので、それを押しなべて残業時間少ないって言ってるケースもあるんで、これも気をつけた方がいいですね。スコアが低い会社よりもスコアが高かったけど下降傾向にある会社に気をつけようっていうのが5つ目になります。これどういうことか、オープンアーク上でスコアが3の会社よりもともと4あったんだけど今 3.5 に下がってきちゃっている。これ今の現在値見たら3と 3.5 なんで 3.5 の方がいい会社じゃないですか、はい、僕の感覚3の方がいい会社の可能性あります。4から 3.5 に下がっている会社の方がまあまあ危ないと。例えばですね、企業ってやっぱり3年とか5年もすると変化が出てくるんですね。でも皆さんが就活して実際にその会社に入るのって1年後とかの人も結構いるじゃないですか。変わってる可能性あったり、例えば口コミちょっと持ってきたんですけど、人事制度の改悪があります。正直私は新卒入社で初任給が上がったので非常に恩恵を受けました。ただ私の先輩たちや上司中継社員以上っていうのは給与が全く上がっておりません。その結果中堅社員以上のできる社員の方の退職が止まっていません。仕事ができる中堅層が辞めていっているので、その結果私のような若手にしわ寄せが来ており、とんでもない残業時間になっていますみたいなのがあって、この会社でも実はスコア高いんです。スコア高いけれどもこういう実態がちょっと起きてしまっている会社っていうのは、僕はスコアが3の会社よりももっと悪化していく可能性があると思っているので、ちょっと気をつけた方がいい。なのでスコアが現在高いからいい会社ではなくて、偽ホワイト企業の一個としてはスコアが結構下がってきて、これ結構レアケースなんですけど、はい、マジで危ない。さっきの10社中1社の会社の可能性もあるので気をつけていただいた方がいいかなっていうふうに思っています。はい、ということで、今回は大沢さんに偽ホワイト企業の見破り方であったりとか、特徴を伺っていきました。最後に大沢さん、何か就活生に向けてメッセージがあればお願いします。はい、5つですね、偽ホワイト企業の見破り方をお伝えしたので、当てはまるものあればぜひ使っていただきたいっていうのが1つと、ちょっとテーマとは外れるんですけど、僕は、法律をしっかり守っていたりコンプライアンス意識が高ければ、猛烈に働いたりとか自分の成長を追い求めるような環境に行くことは僕は結構いいことだと思うので、ぜひちょっとホワイト企業だけを探すのにちょっと違和感があるっていう人は、ぜひ成長できる環境とか探してみるのもいいのかなっていうふうに思いました。本日動画の中に登場したオープンワークの URL は概要欄に貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。というわけで、本日はありがとうございました。ありがとうございました。旬ダイアリーでは無料の就活相談を実施中です。やりたいことがわからない、就活が辛い、どう進めていいかわからないなど、どんなお悩みも私たちが解決します。詳しくは概要欄をチェック。たくさんのご応募お待ちしております。